ブループのスペクトログラムブループは海中で観測された発生原因不明の低周波音波である。ブループがアメリカ海洋大気庁によって発見されたのは1997年のことである。この音は波50度、成形100度付近のどこかで鳴っているのではないかとされており、時々水中マイクソススで感知されている。ブループには 人の聴覚では知覚できない朝廷周波も含まれており、また大変強い音であるという。この音の発生原因はわかってない。アメリカ海洋大気庁のクリストファー・フォックス・クリストファー・フォックスによれば、この音が爆弾や潜水艦などによる人工音であるとも思えないし、火山や地震のような基地の自然現象による音とも思えない。ただし、フォックスはもしかしたら、 南極の氷が崩落した時の音かもしれないとも考えている。ブループはどちらかといえば生物が発生させる音に似ているが、こんな音を出る生物は知られていないし、また、とても強い音を出すことで知られている白ガスクジラが出した音よりも時々ブループの方が強いので、生物の可能性が高いし、雑種のクジラの可能性も高いとも言われている。海洋においては、 グループ以外にも発生原因不明の音が観測されている。例えば、アップスウィープ、ウィスル、スローダウン、トレイン、ユリアといった音が上げられる。アコースティックスモニタリングプログラム。サイエンティストチューンインツーサウンズオブザシー。CNN2001 年9月7日。デビッド・ウォルマン、コールズ・フロム・ザ・ディープ。ニューサイエンティスト、アニマル・レコーズ。 スミソニアン・ナショナル・ズーロジカル・パーク。ありがとうございます。